自分の日常にプラスときめきというか、心の中できらめく何かが欲しいなと思ってアクセサリーを集め始めていて、この時計も一色じゃなくてシルバーとピンクゴールドが入っていたりとか、ダイヤモンドがこの縁にキラキラってしていたりするので、時計としてもだし自分の日常を彩ってくれるアクセサリーとしても一緒にお供したいなと思いました。いつも私がつけているルキアたちよりもその中でもよりこう華やかなデザインになっているので、またこれからこの子に合わせてファッションとかメイクとか変えてみたいなと思います。あ、イエーイ。どんな時でもつけれると思いました。カジュアルな装いにも合いますし、家族とか友達で集まる時もフォーマルな時もどんな時にも合ってくれるので、かっちりしすぎるのはちょっと嫌だなっていう時とかに、この少し華やかさのある時計をつけて自分らしさをより出してみたいなと思いました。それぞれの個性であったりとか、それぞれの輝きであったりとか、こうバーンって華やかな子もいれば、こうそっとそばにいてくれてるような子もいて、その一つ一つの違いが素敵だったりするので、すごくルキアにぴったりだなと思いました。私が最近新たに始めたことは何もしないということです。何かをするのが好きで楽しくて自分がやりたいと思ってやってきていたんですけど、それでこう、わあ、なんか疲れてきたなと思うこともあって、最近はこのうちの猫ちゃんと、一応私なんですけど、この猫ちゃんたちと一緒に何もしないでみるっていうことを始めました。これがもうすごくて、一日の段取りを決めすぎないとか、家事の順番を決めないとか、もう自分の赴くままに行動してみると、なんだろう、体の力が抜けたりとか、誰かと何でもない話をしてみたいなって、何もしないっていうことを始めました。イラストが得意なんですねとかって言われたんですけど、そういうわけでもなく好きなだけなんですけど、うちのシャンプーが想像以上にタヌキになってしまったなっていうのが反省点だと思います。あの、タヌキではなく猫です。私もこんなに前髪短くないんですけど、まあ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 、まあ、80点くらいはつけたいと思います。こんにちは、池田エライザです。楽しいこともしんどいことも、なんかやる気が出ない時もあるなって私も感じるし、皆さんにとってもきっとあると思うんですけど、そういう日常の中でわって少しときめく瞬間をぜひこう自分で自分のために見つけてあげてみてほしいなって思います。その時にルキアがそばにいてくれたらいいなって思います。ありがとうございました。頑張ろうね。